何の騒ぎだ。うわ、この前の怪しい奴らだな。誰だ。あ、貴様ら仲間を増やしたのか。つくづく油断のならぬ奴らよ。みんな、この者たちをひっ捕らえろ。水星族の雇ったゴロツキだ。副団長、彼らには入れ墨がないであります。それに身長も2メートルないであります。私に意見するな。奴らを捕らえろ。はあ。さっさとしろ。
遅い。ここでの騒ぎは厄介だな。あ、また来やがった。そうだな、一度撤退しようぜ。小隠れの森、あいつらの宿営地に戻ろう。誰もいなくなってなどいませんよ。確かに奴がいねえな。騎士団にでもとっ捕まったんじゃねえのか。ああ、リタリーのことか。あいつは大丈夫だ。多分騒ぎに乗じて潜入してると思うぜ。得意技なんだよ、そういうのが。
戻ったか。聞いてるぜ。暴れ回ったそうだな。お前たち使えないな。情報もなしか。協力の話はなかったことにしてもらう。ありますよ。うわっ、驚かすんじゃねえ。戻ってきたんなら戻ってきたと言え。戻ってきてませんね。何言ってんだ。いるじゃねえか。騎士団長のお子さんですよ。7年前に水星族にさらわれたとか。それは違う。あれはピネは私たちの可愛い子だ。ああ、一度会っただろう。俺たちを不意打ちに誘い出したあのガキのことか。はは、読めたぜ。この世界は子供がほとんど生まれねえ。だからお前たち水星族はレイド国から子供を奪ってきやがったんだな。それがレイド国との仲違いの原因。そうだな。違う。我々は無理やり子供をさらってくるような真似はしない。まして戦いの原因などではない。ほう、敵対国の騎士団長の子供を水星族が育てているとはね。お互いすねに傷持ちってわけか。エンドルフ、これは国王との。いいって、追求する柄じゃないさ。あんたらが俺の命の恩人なのは変わらねえよ。だがあの国王は食わせ者だぜ。高い税金をたんまり貯め込んでるかと思ったが、案外そうでもない。今一つ金の流れがよくわからない。国民は保守的なようですが、国王は民を掌握してまとまりはあるようですよ。さすがに今回の潜入で不透明な金の流れを把握するまでには至りませんでしたが。なんだか話が難しくてよくわかんなくなってきやがった。とりあえず分かってるような顔しとくか。おい、お前は分かるか、ダネット。俺に分からねえのに分かるわけねえよな。イラつきます。みんな難しそうな顔してます。ま、負けません。めんどくせえな。食らうものを倒す前にそれを守ってる騎士団連中を倒さなきゃいけねえのか。クソが。俺様が本当の力を発揮できさえすればこんな雑魚がいくらいても関係ねえのによ。あの騎士団、団長だったか。あれは強いな。そんじょそこらのやつではひとたまりもない。あなたが言うなら相当強いのでしょうね。で、結局どうすんだ。戦うんだろう。この戦力では時期尚早ではないかと。マジ弱えってのは不便だね。思ったことを思った通りにすることもままならねえ。いいから玉砕覚悟でやっちまえよ。死んだら何もかもおしまいだ。
その後の出来事には何一つ手を出せない。未来に対して少しでも責任があるのなら、簡単に死を覚悟しないことだ。死してなお後悔することだってあるんだぜ。てめえ、何悟ったようなこと言ってやがる。てめえに生き死にの何がわかるってんだ。夜も遅い。今日のところは解散しよう。邪眼の術師である私が負けるはずか。ま、人間にしちゃやる方だ。だが俺様に挑むにゃ千年早えよ。メディアン様さえ復活すれば貴様らぞ。メディアン？誰だよそれ。知らぬというか、メディアン様を。75年前、世界を統一せしめし覇王だ。知らねえな。もう死んじまったやつだろ。死んじまったやつは弱えやつだ。死ぬために生かされるゴミ虫だぜ。何を言うか。死を滑る者までも倒されたお方だ。弱いなどということはありえぬ。へえ、そいつはすげえや。実はな、俺もその死を滑るものなんだよ。そうだな、そのメディアンとやら、復活できるもんなら復活させて連れてこいよ。また殺してやるぜ。まあ、てめえに生き死にを左右する力はねえんだけどな。俺様は違うね。てめえにゴミ虫にふさわしい死を与えてやるよ。メディアン様、申し訳ありません。私はもうここまでのようです。あとは息子が時代のイードとして引き継ぐでしょう。それまでの辛抱です。神様にお祈りは済んだかよ。メディアンとやらのオアステンへ登りたいってか。残念だったな。俺様に殺されるやつは行き先が違うんだよ。二度と会えねえ場所に行きな。今思い出したぜ。200年前、そんな奴もいたな。あの弱っちいおっさんは子孫かなんかかね。あんな落ちぶれたおっさんが子孫とはな、死んだ奴も浮かばれねえな。なんだ、騒がしいな。シェマのお嬢が消えました。確かにさっきまではいたんですが、後輩の手下がこっそりいなくなってます。慌てるな。俺が棟梁の座を奪った時から、あいつが面倒を起こすのは分かっていたさ。行き先は？おそらくシェマが襲撃計画を発案していたオステカの町かと。オステカ、姉さんがいる町じゃないか。
オステカの町か。以前計画を却下した時に機嫌を損ねていたな。離反の資金源にでもするつもりだろう。計画には町の破壊も含まれています。今から追えば町が破壊される前に間に合います。俺たちはシェマを追う。このキャンプは引き払うが、お前らはどうする？戦力の増強をするんだろう。レイドにいい仲介屋が来ていますが、今日中に別の町に立つそうです。レビィ。俺はオステカに行く。お前らはレイド国に行ってくれ。レビィ。また突っ走りやがるのな。懲りねえやつだな、シスコンセブ。お前はやることがあるんだろ。クラスター様の兵はそれほど弱くない。お前らがいなくたって俺だけだって持ちこたえられるはずだ。今までだって。お前本当にいいのか。すまん、この借りは必ず返す。おいおいおい、マジかよ。あいつは優しいやつです。こうなるのは分かっていました。話は決まったか。あっちで会うとも限らねえが、またな。だよこいつら、弱すぎね。どんなに強いかと思って来てみれば退屈しのぎにもならなくてよ。リタ、あの女だ。クラスター様の兵がやられてる。そんな弱えやつらだな。おい、私たちが抜けて警備が手薄になったのです。補充が間に合わなかったのか。あら、あんたたち奇遇ね。こんなところでここにいると危ないわよ。そう、ただみんな暴れ足りないって言ってるわね。もしかしたら壊れちゃったりしてね。壊すのは良くないことです。壊れたら新しくすればいいのよ。簡単なことじゃない。綺麗になったら嬉しいわよね。ふざけるな、そんなことさせるか。姉さんは、姉さんはどこだ。うん、みんな私の邪魔をするのね。つまんないわ。そうね、あんたたちを殺したら楽しくなるかもね。決めた。みんなそっちをおよし。こっち来て、この子たちを可愛がってあげるのよ。行くぞ。か。遅い。は。遅い。は。どうだ。
さい。はっ。浅い。はっ。どうだ。はっ。どうだ。
さい。さい。せい。シェマお嬢、こっちの守備は上々ですぜ。エンドルフが来てやがります。早いとこ脱出しねえと。わかったわ。お前たち撤収しなさい。あんたたち強いわね。さすがエンドルフが目をつけたって子たち。今日のところはこれくらいにしてあげる。行くわよ、みんな。そうそう、そこの木陰にセプーの娘が倒れてたわよ。大丈夫かしらね。まさか、姉さん？こっちに女の人が倒れてます。くそ、姉さん！ほらよ、立てるか。体が弱いんなら気をつけることだ。はい、ごめんなさい。私、ユーフォリアと申します。あの、お名前を。貴様、エンドルフ！姉さんから離れろ！おっと、怖い怖い弟が来たようだ。じゃあな。ありがとうございます、エンドルフ様。姉さん、奴に何かされなかったか？あら、レヴィ？そんな言い方をしてはダメよ。あの方は私を助けてくださったの。それにとても素敵な方。レヴィはどうしてここにいるの？どうしてって、姉さんが心配だからに決まってんだろ。まあ、お役目を放り出してしょうがない子ね。ご迷惑をおかけしたら承知しないわよ。また無理したんじゃないのか、姉さん。クラスター様にお世話になってるんだもの。お役に立ちたいと思っているのはレヴィンだけじゃないのよ。私は大丈夫。ちょっと立ちくらみしただけだから。あら、あなたは？まあ、あなたが。レヴィンから聞いてますわ。わざわざ助けに来てくださったの？
嬉しいわ。ありがとうございます。懲罰無敵で絶好調な俺様の大活躍のおかげだけどな。あら、こちらの素敵な声がギグ様なのですね。とても強いのね。羨ましいわ。俺様の強さはこんなもんじゃねえ。女、今に全世界がひれ伏すことになるぜ。まあ怖いこと。でも助けてくださったのでしょ。本当は優しい人なのね。ありがとう。調子狂うぜ。もっとこう怖がれよな。そうだわ。今度ぜひ私たちの家にお寄りください。お礼と言ってはなんですが、ご馳走しますわ。え、ね、姉さんの料理、それだけはやめた方が。姉さんの料理を食べた人は、成仏するんだ。あら、レヴィンったら、面白い冗談。料理は心で作るものよ。この間までいらしていた旅の料理人、ハオ先生だってそうおっしゃってるじゃない。ね、姉さん、あの人はさ。では皆さん、レヴィンをよろしくお願いしますね。姉さん、レヴィンも皆さんのお役に立てるよう頑張って。わかったよ、姉さん。君たちのおかげで助かったよ。被害は最小限に抑えられた。ありがとう。君たちが取り戻してくれたものの中から戦闘に役立つものは君たちにあげよう。クラスター様、お願いがあります。キル衣装の納品書をお貸しください。どうしたレヴィン、ヤブカラ棒に一体何を。知らないのか。ヒール衣装っていうのはな、リタリー、頼む。禁忌の品です。死した人の命が形となって残ったものです。いわば魂の無念の結晶。人が手にしていいものじゃないでしょう。一度でも使えば下道術師と呼ばれて一生裏の道を歩くことになるとか。さあさあ、名前言うだけでみんな震え上がるぞ。天に登れないってのがどんなことかわかるだろ。俺はその納品の警護に当たった。納品先はレイド国だ。
レヴィン、取引で知り得たことは秘密厳守だ。守れないようではお前を使い続けるわけにはいかなくなるよ。君たちも今の話は忘れてくれたまえ。いいね。クラスター様、こいつらちょっと怪しいけどいいやつらなんです。だからお願いします。もしかしたら状況の打破に役に立つかもしれないんです。参ったな。私の部下が丸め込まれてしまったようだよ。君たちは一体どんな魔法を使ったんだね。知らねえよ。突っ走るこいつがトラブルマナだけじゃねえの。まったくよ、嵐を呼ぶセプーだぜ。ギグ君はいつも面白いね。仕方ない。リタリ、どうかなさいましたか、クラスター様。黒の棚の42番の書類を用意してくれ。ジンバルトが引き受けてくれた仕事だったはずだ。彼らに書類をお渡しするのですか。仕方がないさ。彼らと付き合うと嫌おうなしに巻き込まれるんだ。頼んだぞ。わかりました。ありがとうございます。これきりにしてくれると助かるよ。それで聞かせてもらえるんだろ、話を。私は大事な取引相手を失うかもしれないんだ。それ相応の話でないと納得しないよ。要はあれを守るのを国にやめさせればいいんだな。だがそこにいる世界を喰らう者は今のところおとなしくしている。そのままにしていても危険がないように見えるがね。いいこと教えてやるよ。融合した相棒の体に俺を封じ続けてんのもヒル衣装だ。あのババアがやりやがったんだぜ。ま、俺は今んとこ出てく気はねえがな。そういえば見ました。あの時悲しい光を放つ赤い結晶を。どうしてレナ様が持っていたんでしょう。いえ、レナ様のことだから。何か深いわけか。魂の結晶であるヒル衣装は魂を封じるのに最適とか。あそこにあるよな、思わず融合させたくなる強えもんが。なるほど。あの城の背後に佇む巨大な存在は脅威であると同時に力そのものだよ。こんな世界で国としてあり続けるためには大変な力が必要なんだろう。だろうね。一個人の資金で購入できる代物じゃない。かなりの税金が流れていってるんじゃないかな。それでも純度の低い波の結晶だ。極上の結晶に至ってはおそらく天文学的な値段になるだろうからね。そんな三流品じゃ失敗すんのがオチだな。ま、俺としちゃ奴が暴れ回ってくれると手間が省けて好都合ってもんだ。君たちまだ計画はないんだろう。時間をあげるから一度落ち着いて考えてみたらどうだい。なるほど、それくらいしか道はなさそうだね。しかしどうやって騎士団に連絡を取る。クラスター様。なんだ、まさか私にそれをやれって言うのかい。やれやれ、君たちはとんでもないね。私の立場を危うくする。面白い、実に愉快だ。わかった、騎士団へはその旨伝言しておくよ。それ以上は勘弁してくれよな。
ありがとうございます。なあ相棒、人間ってなんでこんな面倒くせえ手順踏むんだ。さっさと俺の力引き出してやっつけりゃいいじゃねえか。けっ、勝手にしろよ。